トレバー・ジョー・ダンドー・ゼンタールはアメリカ合衆国ミズーリ州リーズサミット出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称はビッグ・ティー。2009年の MLB ドラフト21巡目でセントルイス・カージナルスから指名され、6月27日に契約。2012年7月16日にメジャー初昇格を果たし、 18日のミルウォーキーブルワーズ戦で2番手として登板し、メジャーデビュー。これにより、カージナルスの記念すべき、通算2000人目の選手となった。カージナルスは全球団で、初の大台到達であった。マイナーでは先発だがこの年はリリーフとして活躍し、投球回数22.2を上回る25、脱三振を記録した。2013年は開幕ロースター入りし、 74試合に、当番。2勝4敗3セーブ、防御率2.63、108奪三振を記録した。2014年は抑えに抜擢され、2勝6敗45セーブ、防御率3.20という成績を記録。しかし、請求力が雑なため、支球を出す頻度が高く、3人で切り抜けたセーブは45セーブ中11セーブだけだった。死球の多さは、 ホイップにも反映されており、1.41とやや高めだった。2015年は前年よりも良い調子で投げ、オールスターゲームにも初選出された。最終的には68試合に登板し、2年連続でリーグ2位の48セーブをマーク。吉志支給を前年の半分近くにまで減らし、防御率とホイップも改善し、抑えとして成長の後を見せた。 プレーオフでは2試合に登板し、無失点に抑えたが、セーブを上げることはなかった。2016年は、調子が優れず、こう登る間が抑えを務めることもあった。最終成績は、45試合の登板で、防御率4.462勝4敗14、セーブホイップ1.91という成績に終わり、通算100セーブを達成したことくらいが、唯一のハイライトだった。ただ、 三振ダッシュ能力は以前の水準に戻り、キャリア2位の脱三振率12.5をマークした。2017年はリリーフとして開幕を迎えたが、7月には抑えに配置転換された。しかし8月17日に右肘の故障で10日間の故障者リストに入り、その後トミー・ジョン手術を受けた。オフの11月6日にフリーエージェントとなった。この年の最終成績は、 50試合の登板で3勝を4敗11、西部、防御率3.240にとどまった。2018年は FA としてリハビリに専念した。怪我が癒えたこともあり、10月上旬にカリフォルニアでショーケースを開催し、速球はコンスタントに90マイルパーワー後半、最速で100マイルパーアワーを計測した。11月3日、 ワシントン・ラショナルズと単年700万ドルの契約を結んだ。2019年3月30日のニューヨーク・メッツ戦で移籍後初登板したが、一つのアウトも取れずに4失点し、敗戦投手になった。その後の3登板でも1アウトも取れず降板し、防御率がになる陳事が発生した。五登板目にして、ようやくアウトを取ったが、その後も失点を重ねたことともあり、 4月26日に故障者リスト入りした。6月10日に復帰した後は安定した投球を見せつつあったが、22日のアトランタブレーブス戦で先頭打者から3連続支球を与えて降板すると、翌23日に FA となった。2019年6月29日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級。 トレド・マット・ヘンズに配属された後、7月15日にメジャー契約を結んでアクティブ・ロースター入りした。8月8日にリーフとなり、10日にマイナー契約で AAA 級トレドへ配属の後、11日に FA となった。2019年8月18日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結び、参加の A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースへ配属された。 オフの11月4日に FA となった。2019年12月7日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結び、2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったと報じられ、2020年1月13日に正式公示された。3月25日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。二千二十年八月十九日に エドワード・オリバレス、後日発表選手とのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍した。オフの10月28日に FA となった。2021年2月22日にオークランドアスレチックスと300万ドルの単年契約を結んだ。2021年は開幕を故障者リストで迎えた。最速101マイルパーアワー、平均98マイルパーアワーのームが、 投球全体の75%前後を占める高速球投手で変化球は87マイルパーワー前後のチェンジアップを武器とするほかスライダーを織り混ぜる。ごく稀にツーシーム2種類のカーブなどを投げることがある。MLB1 年目の2012年は変化球はカーブが大半だったが2013年からはカーブからチェンジアップに切り替えたことで 高い脱産心率を残している。ありがとうございます。